はいレオンチャンネルです今回紹介するのはこちらプレバン限定デフォリアル仮面ライダーエグゼドアクションゲーマーレベル2ですはい新たなデフォリアル発売されましたが今回から小窓がなくなったんだこれまではここに小窓があって中のフィギュアが見えるようになってたんですが表側が商品画像のみでパッケージのレイアウト変わったんですねそして エグゼードのこの決めポーズでフィギュア化されてますので、いい。最近も一番口で同じポーズでフィギュア化されましたが、このフィギュアめっちゃ気に入ってるんですよね。ではレビューしましょう。 僕の推しライダーはガイムとエグゼイドですから、エグゼイドがデフォリアルか嬉しい。ガイムもそろそろ来てほしいな。あー、色完璧そう、ここのさ、クリアパーツと副眼のバランスだったり色味がフィギュアごとに微妙に違うので、この辺はさ、実際商品手に取ってみないとわかんないんだけど、あー、待、ま、って 一番いいかも <laughs> 一番いいかも僕、現状ディケイドが一番気に入ってるんだけど、え、待って、更新したかまあ、僕がエグゼイド推しってのもありますけど、まあ、でも品質はね、毎回安定してますからね。なので、品質がいい品質がいい <laughs> って感じになるくらい、え、すげえいいんだけど、エグゼイド。裏側も、バッチリゲームボタンのこのガンメタリックとか、 で、いつも通りフィギュア本体プラス台座が入ってて、こっちに電池を入れれば複眼発光と電源オンオフがあって、そして仮面ライダーエグゼドアクションゲーマーレベル2、クリアブラックになってるのはいつも通りですね。ま、あでも01とかも相当良かったんで、この辺は基本的に何買ってもクオリティ高め。でも初期のクーガとかはちょっと造形がふわっとしてたんですよね。 まあいつも通りスケールはバッチリ他のデフォリアルと合います。ではフィギュア本題じっくり見ましょう。ぐるっと見回すとこうで。待ってこれ背面も含めてほんと色足んないところが全くなくないえ、すげえいいんだけどやっぱナンバーワンっていうかトップクラスだな。これまでのデフォリアルの中でも。 特にエグゼードって色が肌だからゲームキャラっぽいデザインも相まって SD キャラ映えするんだよな。それでかなすごくよく見えるのが。ブラックは成形色だけど、それ以外は塗装で表現だよね。めっちゃ綺麗ここのピンク部分とか。で、目のバランスとかも完璧じゃないこれさ、フィディアによってほんとバラつきがあって、アーツだと若干瞳部分が少しクリアが暗かったり、 プラモ版ではそういうところが微妙に修正されて、ただこっちはね、プラモってことで、塗装ではありませんから、色の面でアーツほど劇中そのまんまって感じではなかったんですが、でも複眼とかすごいいいよね。今回はそういうところのバランスがすごくよくまとまってる。そして、同じポーズ、同じポーズじゃないか。膝立てちゃうともっと前行が。 低くなっちゃうからかな。まあ、おおよそ同じようなポージングで、はい、このように比べるとこうで、そのままこの SD 化したバランスすごくいいね。やっぱりゲームキャラクターモチーフっていうのが今回のこのプロポーションの良さの原因なんだろうなクリアパーツもしっかりクリア度高くって、内部との立体感かなりいいですし、シルバーカラーも超綺麗。 そして胸のコントローラー部分なんかもきちっと塗り分けられておりますし、中のシールも良いですね。で、ベルトもね、ゲーマードライバー、こういうところまでめっちゃ細かいんだけど、決め技スロットまで色の塗りの省きがないんですよ。で、アンダースーツのこのスポーティーなラインプラス、アーマー周りね、こういうところまで全部塗り分けられてる。 で、後ろのレベル1顔なんかもバッチリ。え、すごいいいぞはいいろんなアクションゲームはレベル2と並べるとこで一番くじのソフビデフォリアルアーツとフィギュアライズスタンダードそれぞれちゃんと独自路線感あっていいよねそしてデフォリアルといえば伏眼発光が売りですからでも今回すごいさ伏眼明るいから発光しなくても全然いいよねこの部分にピン刺して ま、このままディスプレイすることも OK だし、ちょっと今回のエ x ゼイドは自律安定性が若干イマイチなので、発酵させるさせない置いといて、台座は必須なのかなと。若干左足浮いちゃってますしね。これどうなってるなんででもピンが別に横に向いてるとかそういう感じじゃないか。こんな片側が浮くっていうのはこれまでなかったなあー、ここ気になるなーあ、ちょっと直った。 じゃあ電源オンしましょう。電源オン。おーいいねあー、これはいい夜のシーンがあるからさ、あのオープニングで。あれ、最終回周辺で回収されましたけど。うわー、これはいいあー、いい !1 番かもしれない。<laughs> デフォリアルナンバーワンかもしれない。ちょっとこう暗くすると、おー。 光が、いい感じに浮き上がるなはい、近づいてみると、綺麗に、光りますね。瞳も一緒に、瞳と瞳の周りも一緒に光ってんだ。で、周りが全然光漏れてなくって。で、ォリアルって物によっては、微妙に光が漏れすぎちゃったりするんだけど、今回は周りが塗装ってことで、そういうのもないんだ。部屋を暗くしてオンすれば、あ、いいじゃん暗闇に、 浮かび上がるこのゲームっぽいキャラクターの目を演出することができます全然光漏れてないね完璧まだ、あ、ま基本は明るいところでライトをつててもかなりしっかり目立ちますので複眼発光がこれはいいアイテムだちょうどゲーマードライバーとかを横に置いてもいい感じのサイズで 並べられますもんね。ディケードに続いて、てかまあエグゼイド関連いろいろ出しっぱなしなんだけど、しまわないやつだなと思ったけど、ディケードしまって、こっち飾るか。それくらいちょっとディケードと入れ替えようかな。それくらいちょっと今回の出来は、僕は大満足でございます。超完璧 以上プレバン限定デフォリアル仮面ライダーエグゼイドアクションゲームはレベル2の紹介でした。